さあ時刻は12時33分、お待たせいたしました、クロス FM バウンスビート。この時間スペシャルゲスト、お電話をつないでお久しぶりですね、おしゃべりしたいと思いますが、じゃあ自己紹介お願いします。こんにちは、山本さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。はい、まあ、クロス FM ではね、何度も言ってますけれども、金曜日の夜12時からの山本さやか×オンエア中なんで、そちらの方でね、はい、聞いてらっしゃるという方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、今日はアーティスト山本さやかさんとしてゲスト出演です。ありがとうございます。お久しぶりですよね。前は僕、ね、スタジオに来ていただいたですもんね。はい、ありがとうございました。随分ぶりになって、その間、まあ、世の中いろんなことが起こってますけども、はい、まずあの先ほどね CM の前にオアシスをおかけしたんですけども、ありがとうございます。はい、はい、ね、ラジオネーム春さんからこんなメールが来てるんですよ。うん、今日は山本さやかさんが電話生出演されるのを楽しみにしています。先日発売されたフィフスシングルドラマチックに乾杯、3曲とも素晴らしいんです。それぞれにいいんですけど、ぜひオアシスを流してほしいです。さやかさんがコロナ禍で最初に作られた曲で、歌詞がすごく心に刺さるし演奏もかっこいいんですってことですよ。ありがとうございます。ね、これシーズのメンバーと作った曲ですが、はい、あのこの春さんおっしゃってるみたいに、やっぱこう新型コロナ禍での山本さやかさんの思いがこうたくさん詰まってるってことですね。そうですね、本当にあの自粛期間に始まった頃に作った楽曲で、この先どうなるんだろうっていう、その時の率直な思いとか、うん、素直な気持ちを書いてこうずっと残ってたというか、うん、あった曲なので、これはどこか、まあ、今年なのか去年のうちどこかでこう発表というか、みんなに聴いてもらわないと、もうこの先この曲のなんか賞味期限みたいなものが過ぎてしまうんじゃないかなというふうに思ってたので、うん、今回収録できてよかったなと思います。はい、これだからさやかさんの、まあ、うん、オアシスっていうのは本当にこの歌詞の中に出てきますけど、はい、本当にこう苦しい状況にある人たちが癒しを求めて、オアシスを求めてっていうことだと思うんですけど、はい、さやかさん自身もなんかそういう活動しながらとか、世の中の様子見ながらそういう求めてたんですね。そうですね、私もツアーができなくなってしまったりとか、本当にこれからどうしたらいいんだろうって思っていた時なので、本当にそうですね、この曲を作って、まあ、今少し状況はその時よりかはこう進んできているのかなとは思うんですけど、本当にみんながもっともっとこう今がこうオアシスに入れているんだっていうような、本当に安心して過ごせるような日が来たらいいなというふうに思ってます。そんなね新型コロナ禍ですけど、おうち時間はどんなふうに過ごしてますか？はい、おうちはそうですね、最近は結構まあ時間がないときはできないんですけど、うん、時間があるので結構自炊をしたりとか、はい、あとはサブスクで海外ドラマを一気見したりとかしてます。結構普通な感じがいいですよね、そういう方多いと思うんです。山本さやかかけるを聞いてたんですけど、ありがとうございます。豚キムチを作る作りました、先日。めっちゃ美味しそうだなと思って、さや姉が作る豚キムチ。いやいやいや簡単でした。そういえばね、はい、ラジオネーム萌木さん、女性の方からね、うん、メール来てるんですよ。はい、最近お料理にハマっているさやかさんを見習い、今日はお弁当を作りました。うん、昼休みラジオを聞きながら食べる予定ですって。すごい、ありがとうございます。もう影響力すごいですよでも結構そういう声をいただいているので、みんなのためにも頑張らないとなみたいな感じに。そうかそうか、そういう感じになってきました。そういう感じになってきますね。はい、だんだん高度な料理に徐々に挑戦していって。そうですね、まだまだ簡単なものしかできてないのでやっていきたいです。もともとお料理はされてたんですか？本当に全くしてなくて、ここ2年ぐらいからやりだすようになって、まあ、忙しかったですもんね。そうですね、結構もう簡単になんかコンビニとか外食で済ませたりとかしてたんですけど、なかなかそれが難しくなってきたので、そっかそっか、自然と範囲できるようになってきました。ちなみにさっき言われてた海外ドラマってどんなもの見られてるんですか？はい、今まさにプリズンブレイクを見ていまして、もう
今って感じなんですけど。やっぱね、そういう方が多いですよね。後からハマるっていう方います。見てなかったのを見てやっぱいいなみたいなのありますよね、はいはい、そうなんですよね。すごくメジャーなのに見てなかったので見てみようと思ったらめちゃくちゃ面白いなと思いました。そんなね、まあと言いながら本当に音楽活動の方をねもっとバリバリやれると本当はいいんでしょうけど、はい、ね、まあ、さっきお届けしたオアシスにはそこら辺の思いも込められてましたけどもね、はい、で、やっとこの話、まあ、そのオアシスも含まれたニューシングルドラマチックに乾杯2月24日にリリースになってますけども、はい、3曲入りで、3曲とも作詞作曲は山本彩香さん、はい、はい、今回はもうそういう自分の中から出てきたメロディー歌詞でということだったんですね、はい、で結構ドラマチックに乾杯この後オンエアするんですけど、はい、ブラスアレンジで始まブラスが最初に入っててイントロから、はい、これ今までで初めてですよね。そうですね、今までは入れたことはなかったので、ね、初めてです。これやっぱなんかこうそのアレンジの面でもちょっと音楽的な引き出しの面で新しいことしたいなとかいうのあったんですか。そうですね、それもありましたし、あとはドラマの世界観がこうバーだったりとかすごく大人な雰囲気っていうのもあり、うん、そういうのに合う楽器をこうなるべくこう明るく、うん、表現できたらいいなというのですごく重厚なブラスを取り入れてみました。あ、すごいな、もうアレンジャーとかプロデューサー的な考え方ですね。いえ、ハッサンと話し合ったりとかしながら決めていってます、いつも。なるほど、そのドラマその女ジルバー、これが、はい、さっき言ったように大人な感じのドラマで、はい、でこのドラマチックに乾杯はすごくこうじゃあ大人の例えば、まあ、イメージ的に大人の女性がこう生まれ変わるぞ未来に向かって進んでいくぞ、はい、みたいなそういう自分にこうチアソングみたいな感じですか。そうですね、ドラマはこう平均年齢が高かったりするんですけど、なんか本当に聞いてくださる方は年齢も様々だと思うので、その受け取り方ではこう年齢は気にせず本当に10代でも20代でも40代でも楽しんで聞いてもらえたらいいなと思ってます。なるほど、ドラマチックに乾杯に関してもメール来てました。もうね本当メールたくさんいただいてるんですけど、はいはい、ありがとうございます。こちらはねラジオネームトーボエさんという方ですが、さやねこんにちは。ドラマチックに乾杯めっちゃ聞かせてもらっています。ありがとうございます。イントロのブラスアレンジから楽しいことが始まる予感にあふれていて心つかまれました、ドラマも毎週欠かさず見ているのですが主人公たちの心の変化が歌詞にぴったりはまっていて言葉の表現が素晴らしいなと感動しました。気弱になる日に前向きな気持ちを与えてくれるそんな楽曲に開口できて幸せです。ありがとうございます。なんか素敵なね感想をいただいておりましたけど、まあ、さっき言われたみたいにいろんな今ね境遇の方がいろんな年齢、いろんな性別、いろんな方がこの曲でこうちょっと前向きに少しでもなっていくといいですね。はい、ね、この曲ドラマチックに乾杯は何個かサビのパターンを考えられて決まったっていうことだったんですけど、はい、最終的にどんな基準で決められたんですか。自分で作ってるとなかなかもうどれがいいのかわからなくなってくるというか、なんか直感でこう決めにくくなるので何個か作って、あとはもうこうスタッフさんに丸投げしてどれがいいですかねみたいな感じで、はい、委ねてますね判断も。なるほど、自分の中だけで完結するんじゃなくて、はい、周りの方の意見も取り入れつつ、そうですね、一緒に作ってます。それはこう正しいというか正解かもしれないですね、そうですね、まあ、自分を信じるのもすごく大事ですけど、こう一緒にやってる人たちとかと一緒に考えたりすることで、まあ、三人を言えば文字の手じゃないですけど、生まれるものもあるかなと思います。そうですね、というそしてもう一曲僕はおもちゃ、これもねもうみんなの歌でおなじみの曲、はい、これがまたねすごい元気でポップな、はい、歌詞がまたねちょっとこうトイストーリー的っていうんですかね、おもちゃの気持ちみたいな ね、はい、で僕聞きながらこれトリオによっては失恋しそうな男の子の歌にも聞こえるなみたいに思いました、うんうん、そうですね、本当になんか世代とか人によって全然聞こえ方が変わるかなと思います。うん、それもねなんかすごいあれですね、そのいろんな方に聞いてもらおうっていう思いがどの曲にもやっぱありますね、うん、そうですね、本当にジャンルレスにこう作っていきたいなと思っているので、うん、それをなんか本当にこれからもシングルシングル一曲一曲で、体現していけばしていけたらいいなと思ってます、まあ、それでいうとその
僕改めて3曲聞いて思ったんですけど、はい、歌詞カード見なくて言葉が全部きちっと伝わってくるのが素晴らしいなと思いました。ありがとうございます、手元に資料ない状態で音先に聞いたんですけどね、はい、最初ね聞いた時に、はい、うん、全部言葉が分かってメッセージが伝わってっていう、そのまあさやかさんの声の強さみたいなのももちろんあるんですけど、表現方法とか、はい、ちゃんと伝えようっていう思いがすごいいいなと思いました。 ありがとうございます。あとね、もう本当に歌へのこだわりっていうのを私感じていて、はい、あの地声で歌えるところもあえてこう、うん、ファルセットで歌うことで、はい、滑らかに綺麗に歌える、聞こえるっていう風におっしゃっているのを聞いて、うん、はいはい、あのその他になんかどんなこだわりがあるんでだろうっていうのをすごく聞いてみたいなと思ったんですよね、うん、はい、結構そうですね、楽曲もそうですし、うんうん、あと結構タイトルとかもいつもすごく、ま、悩むというか、うん、このオアシスにしても、まあ、今回は小文字の英語表記にしてるんですけど、カタカナにするのか、全大文字にするのか、頭だけ大文字にするのかとか、結構いろいろ悩みながら決めていってますね。わ、すごいな、細かいこだわり。でもね、確かにその見た目のね、字面とかってイメージ大事ですよね。そうですね、はい、はい、という2月24日リリースニューシングルのドラマチックに乾杯、皆さん聞いていただきたいですし、はい、そのまあ、さっきなかなかライブができなくてって話ありましたけど、ライブのお話で言いますと、はい、あの会員限定ツアーが福岡でも決まってますね。はい、はい、これが5月27日木曜日、今僕らが喋ってるお隣のゼップ福岡で行われる予定ですが、うん、はい、これもあれですか、そろそろこうどういう形でやるかとかプランは始まってますか。はい、そうですね、あのこのツアー自体も延期になったが、のが5月にもう一度チャンスが来たという形なんですけど、その元々予定していた時に一度セットリストを組んだんですけど、はい、まあ、少し時間も経ち、こう状況も変わりがあるので、うん、なんかまたこうゼロから組み立て直して、うん、できたらいいなと思っているので、今まだ、はい、あの真っ空に戻した状態です。なるほど、まあ、そうなっちゃいますよね、はい、気持ちこれから、はい、準備していきます、ね、そのさやかさんの気持ちもこうスタッフとかと一緒にやりたいことも、まあ、少しは変わってきたりとかね、はい、そうですね、で、まあ、何よりニューシングル出ちゃいましたし、はい、あ、そうですね、はい、大きいです、ね、とかもあるので、当然セットリストもっていうことになるんでしょうけど、非常にこうね、はい、会員の皆さん楽しみしてると思います。5月27日木曜日、はい、ゼップ福岡、まあ、あのね、ちょっと客席声出せる状態にまだなってないかなっていう気はするんですけども、うーん、今の時点でこんなライブにしてみたいみたいな思いはありますか。そうですね、本当に新曲のリリースもあったりとか、あの結構皆さんの前で歌えてない曲が多いので、まあ、結構あの新曲祭りというか、うん、になるのかなとは思うんですが、本当に底抜けに明るいライブができたらいいなと思ってます。うわ、いいですね、ぜひ5月27日絶福岡もう盛り上がって行われるようにお祈りしております、はい、で、最後にあの曲をね、いろいろお話出てきましたけども、2月24日のニューシングルのタイトルチューンをお届けしようと思います。はい、はい、じゃあ最後にあのまだ言い残したことあれば一言いただいて、曲紹介をお願いします。はい、聞いてくださってる皆さんありがとうございます。また福岡に行って皆さんと会えるのを楽しみにしながら、私も制作だったり日々の仕事を頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞお体にお気をつけてお過ごしください。それでは聞いてください、山本さやかでドラマチックに乾杯。ありがとうございました。ありがとうございました。